はい、今日はですね、2024年4月の14日、時刻はですね、1時37分。いい天気ですね。今日はですね、あちこちというかこの周辺をですね、歩き取りしたんですよ。ほんで途中、あれが急に冷たい風が吹いてきたりですね、それから曇ったりしてきたんですけども、あれですね、その度に私はあれ雨が降るのけとか、あこ左側の中央公園ですけど、久しぶりにここのですね歩き取りをしましたよ。あ、綺麗だったですよ。このね、通り過ぎるだけじゃね、わからない感じ。あ、ここ左今。そしてね、ここ、右の方に、ほら、西郷さんの銅像がありますよ。で、ここのですね、前に、ボランティアで、カメラマンというかですね、観光客の方がそこの前で西郷さんを撮ろうと思って、写真を撮ろうと思ってですよ、してる時に2人の場合はなかなか思ったような画が撮れないじゃないですか、カップルで来てもね。それをね、ボランティアの方がですね、その方のカメラを借りてほんで撮るんですよ。で、1枚撮るのなら分かりますけど、その方がね、こういうポーズをされたらどうですかとかね、アドバイスをされる。そしたら皆さんそれを待ってたみたいな感じで、え、こんなそんなするんですかみたいなね、2人でこう大きなハートマークを作ったりですね、してらっしゃるところをですね撮らせてもらいました。あ、よかったですよ。その時、あ、今ほら西郷さんの銅像が立体的に見えるでしょう。これね、今の方が綺麗。1時間ぐらい目に撮ったんですけども、あれでしたよ、こんなに立体感はなかった。薄曇りですからね、今ね、だからかもしれないですけど。それとこの左側にちょこっと映ってる中央公園の、花がずっと植えてあるんですよ。それもね、よく考えているなっていう配色ですかね。それがね、決まってましたよ。あ、ここ左行きますからね。あ、今日は多かった、この、西郷さんの、前で撮影される方ですね。あれかもしれませんね、コロナが終わってやっとこう日本の方だけじゃなくて外国の方もやっとこう旅行に行こうっていう気分になられたんじゃないですかね。それとですね、もう一つはこの今からこう信号左折しますけど、そこに、あ、今も見えるでしょう、桜。あれがですね、満開なのかな。この通りの向こう側はもうあの葉桜になってるんですけど、そこのほら左側の桜はちょうどね見頃っていう感じですよ。散り始めっていう感じ。ここ左、あ、もう通り過ぎましたね。ここ左側見えますかね。これがね、いい味を出してたんですよ。
いや、鹿児島の観光はもっとアピールすべきですね。いや、もうもったいない。今の10倍ぐらいの観光客は見込めるんじゃないですかね。10倍以上は。あ、今ある。あ、そうか、ちょっと待ってね。いや、クルーズ船が来てると思うんだけどな。マリンポート鹿児島クルーズ船。日付4月の10、あ、来てますね。ダイヤモンドプリンスだ。ダイヤモンドプリンス。今日鹿児島に来られた観光客の方は儲けもんですよ。いや、ここですね、ずっと雨続きだったんですよ。なので、ほら、こういう感じがあれだし、まだね、ツツジも咲いてますからね。桜も場所によっては見えてるし。ここはですね、伊豆路中央っていう交差点。あ、ちょうど前、一番前になりましたね。で、この右側に宝くじ売り場があるんですけど、全国でも結構ね、有名になったみたい。立て続けにですね、高額のあれが出てるみたいですよ。私ですか？いや、私はもう宝くじは買いません。いや、その当たり外れじゃなくてですね、何年ぐらい前からですかね。要するに、もう例えばその宝くじが当たったらどういうような生活をするかっていう話を昔からしてたんですよ。で、その時に、あ、友達とですよ、もう仕事を全部辞めてビデオ撮影の、あ、そんこら YouTube ってなかったんですよね。朝から晩までね、ビデオ撮影をしてね、で、それを編集して、で、ビデオ仲間と一緒にね、見せ合うっていう、お互いにね、いうあれをしてたんですよ。でも今実際ですよ、私がそういうことをしてるわけですよ。ちょっと待ってくださいね。しかもそのビデオ仲間だけじゃなくて、 YouTube を通じて皆さんにこう見ていただいてるじゃないですか。だから、これが自分が宝くじに当たったらこうしたい世界なんですよ。なのでね、いや、別に何け、お金が必要じゃないって言われないですよ。もうこれで十分、これで十分なんですよ。あ、ちょっと窓開けよ。今日はマルチカメラ持ってきてないけどですね、マルチ3台のカメラを切り替えながら鹿児島を見ていただくっていうね、それもね、そうですね、そういうふうに思ってからもう10年以上ですもん。いや、その頃あれですよ、ドライブ動画じゃなくて、交差点なら交差点にですね、三脚を立ててですね、
それで、カメラを3台据えて、ほんで真正面のから来る被写体ですかね、でそれと右から来る被写体、左から来る被写体をですね交互に切り替えるっていうあれだったんですよ。まあビデオしてる人なんかだったら誰でも、考えつく発想なんだけども、それをね、ドライブ動画で可能にしましたからね。いやあれですよ、既製品じゃなくて DIY、 いわゆるその自分でですね、でも自分一人じゃないですよ、友達からのねアイデアをねいっぱいいただいてですね、だからあのあれですよ、YouTube でその作り方とかねそういうのをあげようかなって思ったんだけども、友達が、いや一人じゃないですかね、4人ぐらいいろんなアイデアが入ってるんですよ。だからその1000倍特許とかそういうやつじゃないですよ、まあまだいいんじゃないって、そういう時期じゃないんじゃないって、それよりかは撮った映像をね皆さんに見ていただくのが先なんじゃないかなっていうことなんですけど、だからそういった意味でですね、あ、私は安上がりですよ。あの別にそのごちそうがなくてもですね、ご飯と味噌汁があればもうありがたいっていうもう性格ですから、安上がり、燃費がいいっていうんですかね、燃費がいいのかも。ここをですね、いや急遽こっちに行きます。この前ですね4月の9日にここを通ったんですよ。そして西田橋までは行ったんですけど、あそこまで行こう、その上の平田橋かな、あの辺りとかですね、あ電車来ましたね前からね、コットンコットンが聞こえますよ。あ、もう止まりますね、このままね、ここはね。それで、あの、今見えてますかね、この高見橋の左側に桜が気持ちよさそうに揺れてますけども、まだですね見頃、あまた後ろからねあれが、あの電車来ました、なのでまた電車のねあれが通過音が聞こえるかも。聞こえましたか？ちょっと聞こえましたかっていうのが早かったですね。今年はね、この甲突川河畔の桜の時期に歩き撮りをして、ふるさとなんかあの辺りも入りますだったんですけど、ちょっとねタイミングがね、悪かった。あ、また左側桜もありますけどね、あ、ちょっと待ってください、ここ行ったら右に行きますからね、そしてここを左ですね、さっきのあの平田橋
なんかの話ですけど、桜の時期にですね、鹿児島の甲突川、鹿児島市のですね、そこにかかってる橋を桜の咲き始めの頃に、天保山の一番外れにあるですね、甲突川の一番外れにある橋からずっとこうジグザグでですね、甲子らあたりまで走って、それから桜の中旬の頃、桜の中旬って言うんですかね、満開の頃です。ほんで上から下にずっと下ってくるっていうね、あれをしたんです、企画をね。だけどね、雨、タンカンタンカンタンカンタンカタカタカってあるんです、トゥ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 ですかね、雨にたたられてですね、残念だったんですけどもね、しょうがないですもんね。はい、ここから右行きます。ここをまっすぐ行くとですね、鶴丸高校になります。今渡ってきたところは平田橋ですね。こっから右行きます。そういえば昔、今もあるわけ、あのホビーババってですね、ババ電機の系列で、模型とかですね、エンジン飛行機のあれでですね、あれをしてました、あれをしてました。あそこ系、そこのに、来るお客さん同士でですね、エンジン飛行機をですね、飛ばしにですね、どこ系、あそこは一日のぐらいまでですね、行ったことありますよ、 2,3 回ね。もう昔ですよ、50年ぐらい前じゃないですかね。あれあれですね、いや、ここは右折はできないんだ。そう言いならですね、こんな左に行かなしょうがないですね。新館橋はそのまま当たろうかと思ったんですけどもね、あ、それとですよ、映ってるけ、この左側にほら小さな水車があるじゃないですか。ああいうのっていいですよね。鹿児島市内を走るけど、この手のあれがあるのはここだけじゃないですかね。丸屋ガーデンズのそばにもあるんですよ、ぐるぐる回るね、ちょっと待ってね、3つの玉がぐるぐる回るんですけどね。ドラホンはこの辺りでちょっと U ターンしますからね、一旦ここを左に行こう、左に行ってここを右行こうか、ここ右行きましょうね。そしてここを右、あ、ここあれだ、鹿児島高校の横だ。こっちから通るの初めてです。こっから右行きますよ。
いや今日はですね、こんなに走るつもりはなかったんですよ。だけどついつい風景に、ちょっと待って、ね、止まりますね。さっきのほら水車が映ってますかね、右の方。まだあれが残ってますね、ツツジがですね。正面の方はまだ勢いがありますよ。今度はですね、あれでこのツツジが、咲き終わって、桜も、散り終わって、もう葉桜になって、ほんでツツジの花弁ですよ、要するに枯れてしまったのが全て取れた頃にですね、鹿児島もう一回鹿児島市内をですね、今度はね山間まで行きます。3台のカメラを使ってですね、マルチアングルはですね、なんとかなりそうですがよ。編集は大変だけどですね、とりあえずはね、もうこの動画ここでお開きにしようかな。いやいや、もうあれか、いやいや、今こう時計を見たらですね、もう20分以上走ってた。だからこの新館橋を渡ったあたりで、それならですね、またですってやんないかんですね。はい、ここ新館橋、昔はここを渡って、高校に行った方なんか、中学校に行った方も結構いらっしゃると思うんですけどね。はい、ということでですね、この動画はこの辺りでお開きになります。ありがとうございました。